はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、ということでやっていきましょう。スプラトゥーン2実況プレイ、新武器実況編。新しいの来ましたよ、新しいの。マジで新しいのですよ。君なら、ロングブラスター、扱ってもいい頃ですし、やっとロングブラスターが追加されたでし、よかったですし、メイン性能はものすごく一撃取れて、射程も長いですし、強いですし、ただ連射が少し落ちるですし、9番ボムを使うですし、スペシャルは雨降らしですし、雨降らし結構強いですし、はい。雨降らし溜まるんですかね、ロンタムで、ロングブラスターで。なかなかね、ロングブラスター愛好家多かったですから、前作。まあなかなか、ようやく待ち望んだ感じですよね。試してみたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ロングブラスター。射程は、お!まあなかなかの射程ですよね。素晴らしい射程ですね。はい。まあ、一撃をしっかり取れるので、まあしっかり当てていくことですね。まあ逆に言うと、連射速度こんななんで、一撃取れなかったらおそらく、今作だと、ものすごいきついことになるだろうと。いう感じはしますね。で、ブラスター特有の弾ぶれはどれぐらいかというと、せーの。あー、まあでも、言うほどぶれない。言うほどですね。あー、どうだろう。どうだろう、どうだろう。まあ、ちゃんと狙いさえすれば、まあ全く当たらないみたいなことはない。だから射程管理とかの方がどっちかっていうと大事なのかなっていう感じはしましたね。なるほど。で、これだけ打って全然スペシャルたまらないんで、やっぱスペシャルはなかなか難しいと貯めるのは。はい。で、サブが、せーの。はい。9番ボンバー、かなり強いですからね。それでもすごいいいと思いますし、スペシャルは雨降らし。まあ雨降らしが溜まるような立ち回りは、あんまできなさそうですけどね。ロンタム、ロングブラスター自体は。ロングブラスターなんですけど、ロンタムって言っちゃうんですけど、癖で。はい。っていう感じで。まあ、相手の、こう、動きをしっかり読みながら、偏差打ちをしなきゃいけないので、まあ、そこら辺も結構難しいかもしれませんが、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。ロングブラスター。ロンブラどうなんだろうな。なかなかハマらなさそうな気しますけどね。1、2、3。4、あ、違う、4じゃなかった。3だけだった。てか、ロングブラスター3、なんでこっちに偏ってるんですかねみたいな。そういう話は置いといて。まあ、ほんとね、あ、とりあえず、イカ速ぶっぱで。ロングブラスターはね、とりあえずはもうあれなんですけどね。まあ、敵を見つつ、味方と連携取りつつ、まあ、濡れてるところでいかに、突っ込まないか、しっかりキルを取るか。はい、来るよ。いや、マジか。マジか。これは、自分からは突っ込めないでしょうね、この武器ね。どこ?何?いや、これさ、むずいよ。ここ。いやー、ぶねないっすこの武器むずいよ、マジで。むずいって。半笑いでやってる。半笑いでやってる武器なの。なんかね、進みにくいね。やっぱり、前線を上げにくい。なんか傘来たんだけど。なんか、あえてハマってくれるんだけど。これどうすんの?これもうなんか、俺ずっとここにいるよ。いいよ。ちょっと、なんか俺がこっから、逃げたらローラーが降ってきそうなんで、あれなんですけど、ここ。微妙にキルを取れてるっていうね。こんな、よくわかんない動き方で。なんだこれは。ロンタム強いのかもしかして。痛い。いつまで経っても何なんだよ、この対面。あ、来た。あ、なるほどね。やめて、それは、さすがにボムラは無理ですよ。まあ、塗りは結構ね、もうできないこと確定な武器なんで、多分、しかも結構雨降らし溜まるまで、時間かかるっていうか、今結構溜めてたんですけど、俺も、スペシャルを。溜まらないっすね、やっぱね、ロングブラスターはね。連射速度もなければ、まあ言うて、なんでしょうね。そこら辺の、うわぁ!ごめん。完全に今、あれ、わかんなかった。見てなかった。完全に見てなかったんですけど。ちょ、本当に、ごめん、ガチで。今多分レールから来たんだろうけど、完全に見てなかった。消えた。
降りた、多分これ、あれですね。今入られたんで負けですね、雨で。ナーバリはまず勝てないですね、この時、おそらく。いやー、これね、僕ね、いや、これでしょ？いや、まあ、縄張りはまず勝てないかなと思うけど、いやー、これはねー、まあ、ちょっと今のは、ひいき気味だったから、まだ多少当たったけど、難しそうだな、この武器は。さあ、やっていきましょう。ちょっと塗りが厳しいんで、少しスペシャル性能じゃなくて、スペシャル増加アップ積んで、どれぐらい雨はけるかなっていうのを試しながら、やっていきたいと思います。いやー、むずいよ。ほんと、今作のロングはむずい。うん。いやー、なんかね、他のブラスター一通り全部使ってみた感想としては多分一番きついかなっていう気はするよ。まあ、ロングブラスター専門の人だったら、まあ、余裕で使いこなせるかもしれないですけど。やっぱ弾足が遅いっていうのは、結構なディスアドですよね。今作において。なんか、いやー、あとね、長すぎるね。一回引くわ、これは。とりあえずは。なんかね、引き打ちしかできてないんだよね。あんまりいい動きできてないっていう。いや。なんかこう、ロングのさ、いやー、惜しい、マジか。微妙に入ってたか、ギリギリ。ロングの、なんか強みを生かすような、なんかそういうのがね、できてないんですよ。チャーで塗ってんの？チャーで塗ってんの？ちょ、待って。なんでチャーで塗ってんの？なんかね、むずいよね。なんか、ワンの時のロングってこんなむずくなかったような気するんですけどね、言うほど。あんまり、ねえ、そんな俺もさ、ロングめちゃくちゃ上手かったわけじゃないですけど、マジか。ちょっとメインインクの方がいいかもしんないな。てか、インク効率系の方が。なんか、ボムと併用すると、まあ、とか、こんな塗らねえのかもしんないな、逆に、ロングブラスター勢は。ちょっと塗り意識が高すぎるのかもしんない、俺の。よくない。マジか、死んだ。反動大きいねえ、マジで。後ろ。だから、塗りを本当に、正面に。いやー、マジか！一発は当たるんだけど、もう一発が当たらない。ナイス。無理っす。いやー、終わった。バーン！ちょっと待って。つら。この武器マジでつらない。なんか強いのか弱いのかよくわかんないんだよな。あ、見せた。はい、ここ。はい。強いのか弱いのかよくわかんねえんだよな、マジで。キルは取れるんだよな。ただ、ブラスター使いとしてはこの武器を使う意味があんまり見出せてないっていう現状があるっていう、なんかそんなふんわりとした感じかな。まあ、なんか俺個人的にはホットブラスターの方がいいのかなって気はするけど、でもロングにはロングの一番無理か。いいところもあるかな、みたいな。難しいなぁ、これは。強いけどね、強いけどむずいんだよなぁ。ハマるタイミングが結構ね、少なさそうな気がする。なんか、どんな試合でも適用できるっていう、なんかイメージがね、ちょっと湧きにくいのが、あれかもしれない。いや、強いよ、めっちゃ強いんだけどね。めっちゃ強いよ、この武器。めっちゃ強いんだけど。さあ、続いてはちょっとメインインク効率でやっていきたいと思いまーす。なんかまあ、難しいね。もうとにかく難しいなと、ひたすら思う持っていであった。さあ、もう人が全然足りなくなってきましたよ。いなくなってきましたよ。なかなかやっぱりあれですか？ロングブラスターの、このエイム力に、まあ、普通に縄張り勝てないからな、この時。ナイス。塗りができない以上はね、多分縄張りじゃなくてガチまで使うのがいいのかな、みたいな。今よくチョク取れましたね。個人的にはチョク取れた気が全くしなかったんですけど、距離感的に。まあ、チョク取れればかなーって感じだね。マジで。イン、そんなイン来るとは思わなかったぞー。当たってない。爆がない、ナイス。
味方がさ、押せてるタイミングだと、結構中段ちょい前ぐらいから、あ、来ない？いやー、きついな、これ。いやー、マジか！当たってない！いやー、うちは取ったけどって感じでしたね。やっぱあれだな、味方が濡れると強えな。わかったわ。なるほどな。やっぱそうだわ。味方がちゃんと塗ってくれて、しっかり前線行っていいぞみたいな動き方をしてくれる味方だと全然強えわ。やっとわかったわ。ってことはそれだけそういう試合を聞いてなかったんですね、モッピーさん。はい、そういうことですね。いつものことなんで別に気にしてないですけど。いや、強えわ。そういうことか。わかったわかった。ナイス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 。これはあれですね。と傘と一緒にツーマンセルして動いていくのがいいのかなみたいな。ナイスアメ。そう、それを待ってた。ふっ、雨もたまるね、たまるね、攻めてると。なるほどね、ガン攻め武器ですね、この武器は。ガン攻め武器ですね。あと意外と弾ブレが他のブラスター系に比べるとそんなに多くないんで、なんか割と直撃が取りやすいですよね、他の武器とかに比べてね。なるほど、痛い、それ死んだ。いやー、安全靴あった方がいいかな、ちょっと。それもちょっとありかもな、可能性としては。やっぱ反動が大きい分、ちょっと足元塗られちゃった時に結局ボム打たざるを得ないんで、足元食い棒とかだと全然逃げやすいと思うんですけど、そういった時にまあなんでしょう、多少こう逃げやすくする。なんか死んだ。のはありですよね。どこ？そこに多分いると思うんだけど、この辺に。いない？いない。いた。ちょっと長いね、やっぱね、気持ちね。ナイス。ラスト2つそこ。あー、それは無理。ベッサー、ナイス。あー、なるほどね。なるほどね。なるほど。これ強えわ。これ強えわ。わかる、もう、これ、完全に、味方強かったら、くっそえげつないくらい強いし、味方が死んでいくと濡れないから打開できないしっていう。なんか、すごい両極な武器な気がしてきた。あー、なんかちょっと、わかってきたわ。あー、そういうことだったのか、この武器。なるほど。はい、ということで、結論ギア、メインインク効率2、イカ速1。まあ、ちょっと僕の立ち回りではそっちがいいかな、みたいな。結構攻める人はイカ速とかの方がいいのかな、みたいな。まあ、そんな感じの結論でしょうかね。割とこいつもそこまでいいと言い切れるほど言い切れないので、かなぁ。まあ、でも多分ね、ガチマーだと強いんだと思うな。縄張りだからちょっとなんか個人的にこんなもんかなって思ってる感があるだけで、割とこう、よいしょ。割と実はさ、縄張りじゃなくてガチマだったらえげつないぐらいの強さあるのかもね。それは、もし、いずれやるとき、あったら、やりますかね、ぐらいな、気持ちでいきますけど。なんか、全然相手も、味方もどこにもいないんですけど。なんでですか、これ。一応、中央にいるはずなんですが、私。とりあえずは、どうする？どう攻めたらいいんですかね。立ち馬がね、ちょっともしかしたら、そんなにロングラ、得意なステージじゃないのかもしれないなって、少し思う。なんか、ガチ馬が、今、ヤグラの、あれなんでしょう、ホッケフなんでしょう。ヤグラホッキーパー強いっすよね。いや、なんか倒した。あ、マジで？危な。いや、でも近距離エイムがね、俺あんまり、マジか。あのね、そう、マニューバー系と、傘系がきつい。あ、やったぜ。ダイナモアかも。あ、マジそれ、あ、インクがね、終わった。ふっ、ふっ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス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 。ちょっと待つよ。ここ。あ。ちょっとそれ、意外とデュアルきついんだけど。ダイナモカモですね。ダイナモはカモ。ダイナモはカモ。やっぱ味方が攻めてくれると強えわ、やっぱこの武器。やば！あー、惜しい、ごめん。やっぱ味方が詰めてくれるとクソ強えんだよなぁ。やっぱガチ場の方が向いてるかもね。そう考えると。クソ
ぜんだよな。やっぱ打開が打開とかこうなんかちょうど中盤の押し合い試合とかになった時にさ、自分からこう出てくと割となんか1-1交換ぐらいで終わっちゃうケースがちょっとあるから、そこら辺がこうなんかねうまく解消されるとマジか来る、うん、ダイナモじゃなかったね、バリアブルだったね。今更気づきましたけど、マジか強い、それ強い、やっぱ強い、ここいやー強いなくるくるでもう余裕で避けられちゃうもんな。なんかもう得て増えてはっきりしてますね、ほんとね。あのマニューバー系とカスタゲーにクソ弱くて、あの相手の隙が多い時にクソ強いっていう、そんな感じですね。まあでもいい具合のこうポジションかなと。ちょ早すぎんだけどナイス、いいポジショニングですよね。多分環境変えることはないけど、多分まあロングブラスター使いからしたらようやく来てくれたわっつってめっちゃ練習してめっちゃ強くなる武器ですよね。なんかすごいいい立ち位置な気がしました。なんか個人的にはちょっとブラスター系は僕がちょっとロングが一番苦手かなっていうのが今作の中で来たかな。うん、まあでも良かったんじゃないかと思います。はい、次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、YouTube ライブ3夜連続生放送。今日はポケモンサンムーンのミラクル交換会大復活スペシャルでございます。Z 技専用ができるジャラーコとか、あと指振り大会のブルーとか、そこら辺で僕は行きますんで皆さんよろしく、あったかくして寝ろよ。